鎌倉ができている。すごいね、鎌倉ができてます。さて、植木坂を下り、間宮名町の方に伸びてまいります。1、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 
麻布植木坂です。この正直この下り坂を下るのも怖いです。おお、はい、マンホール異常なし。あ、またもや消火栓が埋もれてる現場を発見。直ちに作業を始めます。線おっと雪落ちてきました今、はい、完全に埋もれてます。ホースのために気を持つ本当ですね。この坂どうでしょうか。行きましょう。一、二、三。こっちの方はマンホールないでしょうね。あ、結構大丈夫っぽいかな。大丈夫そうですね。じゃあ、ああ雪だるま。すごい高いコースですよね。出来上がりました。エッチ。うお。外務省飯倉交換前から飯倉片橋交差点方向。そしてこちらが東京タワーロシア大使館方向ですね。すごいです。お疲れ様です。プッチ。ちょっとここは甘いな、これな。はい。さあ、ここも埋もれてます。二つ。二箇所ありますね。
まあいいですね。はい。こんにちは。こんにちは。ああすごい溜まりましたね。大変だこれ。こんにちは。こんにちは。こんにちは。なこれ。はい、イーグラの片町の交差点、こんな感じです。この辺にマンホール消火栓はありませんかね。ああ、これそうだ。はい、ここに消火栓とマンホール見つけました。降ります。1、はい、およそ1時間半の除雪作業を終了いたしました。麻布台3丁目を中心に、巡回をいたしました。45年ぶりということで、ちょうど私が現在の麻布台に、移り住んできてちょうど今年で45年になるのかなと思う年ですけれども、本当それぐらいの間ですね、インターバルを上げての大雪だということで、随所でですね、車がスリップしたり立ち往生したり、あるいは本当に地域住民の皆さんがですね、雪かき作業をしたりといったそういった姿も拝見をいたしました。やはりですね、自分の地域は自分で、力で立て直していくんだということが改めて大事だというふうに思います。これからも地域の皆さんと一緒にですね、港区の安全、そして港区から日本を良くしてまいりたいと思います。港区麻布台から山本ひるみがお伝えいたしました。ご覧いただきましてありがとうございました。雪が降った日などなぜか汗をかいた状態でございます。お見苦しいお顔、お見苦しい顔、お見苦しいすいません、ありがとうございます。